おいでなすったみたいです。来ましたね。いらっしゃいませ。ここはどこだ。お名前をどうぞ。我が輩はラプラスタークでした。あ、よかったです。召喚に応じてくださり感謝です。なんだここは。迷えるラプラスがいると聞いてね、ちょっと呼ばせてもらったんですけど。おお、貴様が我が輩のマスターか。そうだ、ラプラスダークネス、私の手足となりお前の黒歴史を晒すのだ。そんなそれじゃあ行くぞラプラスダークネス。これだ。これは我が輩が自作したスライドじゃないか。巨大な国の腐敗や魔族との圧力、そして厄災とどうやって立ち向かうか、新感覚異世界アクション小説、自作小説のアウトキャストじゃないか。そうです。ロゴもこだわってますね、すごく。もうすごいボリュームだったんですよ。登場人物のね、紹介をね、ちょっとまず見ていきたいと思うんですけれども、まあ組織があるんですよね、はい、そう、組織がある。これ自分で作っといて全部説明させられるのか。あー、じゃあちょっと、じゃあさらっといきましょうね。じゃあまず、この世界は腐りきっていた、だから俺が直す。ではまあ、あの主人公ですね。主人公は元勇者で、自分の国に裏切られて殺されかけて、数年後復讐のために仲間を集めるっていう。これちゃんと修正って書いて直すっていうのがポイントなんで、ここはよろしくお願いします。あ、わかりました。まあ、名前はまあちょっと我が輩の好きなアメコミからとか。じゃあ続いて、俺は物を作ってるんじゃない、時代を作ってるんだ。これ推しキャラね、我が輩の。あ、推しキャラなんですか、推しキャラ。そう、これはね、便利なね、道具を開発してる担当の。このイラストは我が輩が当時描いたイラストを再現して。ちなみに地図あるじゃないですか。あ、ありますね、左に。これも自作なんで、これマジで。国までしっかり作ってるところと、あと名前と名前の間に何かしらの入れてくる感じがね、うん、じゃあ続いて、はい、僕は知りたいね、君たちの運命がどう転ぶか。どう転ぶんですか。それは小説読んでください。我が輩の好みぶち込みキャラクターですね。これはグノスイっていう意味は、ギリシャ語で知識って言います。おめえすげえなー、おめえ。クオリティの分身を出せて、完全記憶能力を持っていて、過去にネルロン共和国の諜報機関にいました。続いてこちらです。うちには勝てへんよ、だって君遅いやん。これはどういうキャラクターなんですか。足早い、異能力者です。ちなみにこのキャラクター、はい、口癖ありますよね。まあ、あかんな。この子はね、走った瞬間に目的地にいる。フラッシュみたいなね。もうちょっといきましょうか、うん、こちら。直すのも壊すのも私たちには全て一緒です。当時気が狂っててカラーリングをナスにしてしまったのは申し訳ないと思って。なんかビビッドでいい感じだけど ね、うん、ね、デザイン能力は昔からあったのかな。まあでもナスですね。じゃあ続いて、セブンスはすごくてですね、とにかく運がいいと、適当に投げたコイン300枚が全て床に立つみたいです。本当に運がいいんですよ。そうですよね。あ、ちょっとじゃあ、あの悪しき何かに取り憑かれているようなので、ちょっと先生、はい、自信がね、満ち溢れすぎてね。あ、なるほど。ちょっと一度ね、自分を思い出させてやってください。そうですね、では一度じゃあ封印を施し、もう一度時が来たら解放いたしましょう。では封印はぁ、あ、そんな、頭が悪い夢を見てたみたいだ。ラプラス、何かこう、体の気分はどう、うん、なんか前まで取り憑かれたみたいに肩が重かったのに、今では空も飛んじまうくらい軽い。ありがとう、来てよかった。いや、救われましたね、これで。また一人封印されましたね、思い出が。そうですね。